ジャンフルネは、フランスの指揮者。明快な造形と繊細、高雅な感覚を兼ね備えたら典型指揮者として知られる。1913年、ルーアン生まれ。パリ音楽院で指揮及びフルートをフィリップ・コベールに指示し、主席で卒業する。1936年、ルーアンで指揮者デビューする。直前に病気で倒れた指揮者の父の代役として、舞台に立った。 マルセイユ歌劇場の第二指揮者を経て、1944年に、フランス国立放送官弦楽団上任指揮者を呼び、パリオペライコールコミックザ音楽監督。1945年から、エコールノルマル音楽院で、指揮法を講じ、ジャンクロード・アルトマンや、ジャック・ウートマンらの行進を育てた。1958年、ドビュッシーのオペラ。 ペレアスとメリィザンドの日本初演のため初来日する。この時式を依頼されたのはデジレ・エミール・アンゲル・ブレシュとであったが、アンゲル・ブレシュとは当時78歳で高齢を理由に断り、代わりに古ネを指名したという。以後、古ネは頻繁に来日する。1961年、オランダ放送フィルハーモニー、管弦楽団常任指揮者に就任する。後、就寝指揮者となった。 1968年から1973年までロッテルダムフィルハーモニー管弦楽団音楽監督を務める。その後アメリカでメトロポリタン歌劇場、シカゴリリックオペラ、サンフランシスコ歌劇場などのオペラ界で活動する。2005年12月21日、東京都公共楽団の定期演奏会を最後に引退した。2008年11月3日、オランダで死去。 95歳ボーツ日本では、日本フィルハーモニー交響楽団、群馬交響楽団、NHK 交響楽団、東京都交響楽団、札幌交響楽団など数多くのオーケストラを指揮しており、東京都交響楽団の定期昇平指揮者や名誉指揮者を務め上げた。その他、チェコフィルハーモニー還元楽団などと来日公演を果たしている。引退までの30年間は、 ほぼ毎年来日を果たして、タクトを取った。共演者にも日本人演奏家を積極的に起用し、東京都交響楽団を率いて、海外ツアーを観光し、引退の場に日本を指名するなど日本の音楽界全般に、多大なる貢献をした。引退の場を日本と表明した際には、世界中から驚きの声が上がったという。最後のプログラムは、ベルリオーズの序曲。 ローマの射撃祭、モーツァルトのピアノ競奏曲、第24番、ブラームスの公共曲、第2番であった。引退後は、若手指導に尽力しており、機会を見ては若手を格段に推挙していた。ベルリオーズ、フォーレ、デュカスなど、フランス音楽を得意とするが、モーツァルト、ベートーベン、ブラームスなど、ドイツ古典派からロマン派音楽についても、拡張高い表現で評価が高い。 明るく、牧歌的、しかも透明という独特の音色を最大の持ち味する。掃除て早めのテンポから、すっきりとした上品な味わいをかもし、肉体的な衰えのある晩年は、隅々まで清潔に歌い切った。カール・シューリヒトをして、最もドイツ的なフランス指揮者と言わしめ、その言葉に本人も大変感激したという、温厚な表情と人柄の反面に、 リファーサルはかなり厳しかったと言われる。たった一つのパッセージで二日間も練習させることもあった。何度演奏してもノーグッドとしか言わず、科目で厳しいものだったらしい。最初の妻と死別後に再婚した二番目の妻は、オランダ放送フィルのイングリッシュホルン奏者だった、アメリカ生まれのミリアム・ジェイクスで、東京都交響楽団としばしば競争曲の独奏者として共演したか、 オーケストラに加わっての演奏も聞かれた。ありがとうございます。